対戦してもらって勝った方が俺らとやることですよ、ここ一人死んだから、だからここ1試合しかできなくなっちゃうから、そしたらだからここやって勝った方がここになる、まあまあ旦那君強いから負けないように、負けないように OK？はい、台決まりましたら先方、先方の方は座っちゃって OK でーす。はい、同時押しなんでね。はい、そしたら、座っ OK ですか。はい OK、 はい、スタートボタン押しちゃっていいよヒロくん。はい OK でーす。 Please select your character。さあ先方が、つつさんのノエル、そしてラス、これはなんだ、ヒロ君のニューですね。ヒロ君はね、今綾瀬のアークダム予選行った帰りにわざわざ寄ってくださったということで、電車での移動の後の対戦なのでね、疲れが溜まってなければいいんですけど。 The Wheel of Fate is turning。 なあ、ノエルに乗ってると予選での熱がまだ冷めてない。さあしっかり対象からコンボ決めて連行、ロンディー、ロンディーが当たらないが移動して他に動いて2B 刺さってちょっと距離が高かったか。まあ 6B からコンボしていく2500。さあ 6B 食らってしまい、さあ S からしっかり動いている。あー、今度ミスってしまうが、ちゃんと課題の A ロックからの拾いをやっているので、すごい僕としては嬉しいことであります。はい、勝負したのが、モケモケクエスト、つまらないですね。はい、どうでもいいです。はい、本当。はい、じゃあ続いての試合やっていきたいと思います。あ、じゃあここやっちゃおうかね。じゃあしゃぶに坊ちゃんチームとダーマくんの椿、ダーマくん、あ、ありがとう。はい、これはい、お願いします。はい、しもらいました。坊ちゃん、坊ちゃん、はい、で、OK。 ダーマくん、はい、機械を選んでもらって、はい、じゃあしゃぶりだった。まあ一人チームだから椿しかいねえんだけどさ、早くしろよ、何からそういうの。もう早く座っちゃおうぜ。さあそろそろ時動画台の方はアウト。スパイク界隈の指揮かどっちか忘れたが、それが刺さってしまい、ヒロ君のニューが勝利してくる。今内部統制システムに重大なエラー。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、先方決まったようなのでスタートボタン押しちゃって OK です。あ、やめてもらえますか。あ、やめてもらえますか。こっち側来ないでもらえますか。すいません。はい、あるの禁止で俺は煽ってきますけど。あれあれ、あ、チームおかしくない、坊ちゃん一人か。おかしいんだよな。さあ動画台の方戻ってきます。コレレさんのイザヨイと、これはですね、チーム名がつつけ仲良し、つつさんの兄弟でエントリーしてくださってるみたいですね。先方で出たのが妹の方、女王で大将出てくるのがお兄ちゃんの方ですね。お兄ちゃんが白面使いです。対するコレレさんは、町田勢のイザヨイ使いですね。まあでも、最近カトリアで遊んだ時はイザヨイ見ないでノエルばっか死んでるんですけど、あれどっち、あれメインどっちだっけみたいな話になってね。ノエルが結構うまいんですよね、コレレさん。ちょっとイザヨイ7なんですけども、何かじゃないかなって思いつつ、本人は上がらねえんだよって言ってきてね。まあ、環境もあると思うんですけどね。なかなかうまいんですよ、あのヒットマグリンとかもね。ガールも硬いし。破壊する。さらに、ゴルダさんの方は、発明、ボーカル系から。なので、全然体力半分以下になっても、まだゴムだと。さあ、後ろ投げ通して、ガンテク。これは、倒しきる。
後ろ投げからもうね火力出るんだよ本当これから、まあ、弾たくさん消費するからって言うけどこれでも出すぎなんだよなっていう。裏投げラプちゃんから1なんだよ。まあそれしなくても勝てるだろうっていうね。さあアイザイのパーティング歌を聴けね。男子当たって男子だよ、男子当たって男子さあミリーを置いていた。よし耕すぞ。耕してから足とコンボ4400高い。あーね、ほんとに高すぎるんだよね。でもね、これね、D コスモで勝てるってわけじゃないんですよ、ほんとに。はい、私を止めてみなさい。さあ、まあでもね、前作はあの空投げ OB からすごいなんかもう頭おかしいんじゃないかっていうぐらい軽く言ったんですけど、本格それがなしになってね、まだ良心的ってなって思うんですけど、まあ、5C からとか 3C からとかは未だに効果力天才なので、しっかり画面見てガードしていかなきゃと。おっとさあニコ生の方ではサードミーが良いと、仕事してないやつが仕事してないやつがさあ坊ちゃんために勝っていったと。さあ勝利していったら坊ちゃんとサブリーのチーム。でもダーマ君もね、最初ね一人で二人倒したっていうよりね、もう大金星もう大会のね思いに残ったと思うんでね、はい、よかったでございます。はい、続いて、試合していきたいと思います。そしたらば連戦になっちゃうからちょっと待ってよっか。あ、ここでやろっか。そしたらボーイちゃんのラ、あれだね、ボーイさんのガスがビッグチーム対2000万発パワーズ。はい、お待たせしました、杉山さん、ナタキチチーム試合です。はい、試合です。はい、こちらのチームの試合なのでじゃんけんの方をお願いします。あ、真ん中で終わりましたか。あ、いた。気をつけてました。マジで気をつけて。はい、すいません、今ねシャブリーに俺の折れてる足を蹴られてしまったんですけどね、もう泣きそうですよ、本当泣きそうですよ。はい、じゃあ今これが勝ってこうなった。じゃあ こっちのが、はい、ダンゴモボーチーム対ゲロシャブボーチーム。はい、やりましょう。はい、やっていきましょう。あ、実況お願いします。あ、桃尾さんいますか。桃尾さん、さっき桃尾さんいますか。じゃあ代表者でじゃんけんしてもらって、じゃあ 1P2P 側、はいはい、あ、じゃあ先じゃあ先方同士が座ってちょっと待っててください。こっちは 1P 側は、
さあ動画台の方をちょっと桃選手が不在ということなんですが、桃さん、座ってください。とまだ2000万パスパワーの方はどっちが出るか決まってないようですよ。 あっと始まっ、さあ動画台はハザマ同キャラ戦、段位もとても近い。さあ今作アップデートで若干弱くなってしまったハザマですけども、トリッキーなことやって相手を嫌がらせする、いいキャラになりましたね。こっちから伸びます、いくぞ、もっと強く、こっちからは、こっちから、こっち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 こっちから、やばい。エヴァーが少し変わりした、すごすぎる、ノビロライク、さあお互いエヴァーがゼロストックやが、サーコを決めて画面端ワンコント4点勝ってるぞ。どうでしょう、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 
さあどう手前台の方は悪面トライチでしたが、どちらどちらが Please select your character。 悪面が勝ったもので、次に大将の那須さんと杉山さんのバルケンアイ。あーこれはノエルが中間されるという ノエル・ヴェルミリアン。 組み合わせですね。さあ動画台は団子ノエルとイエローシャブさんのライチュー。いやこの試合対策できなければ両方一気に持っていくようなキャラですから、お互いのキャラどんだけ知ってるかの問題ですね。アクション、よっ、はいはいはい、飛ぶのはライチュー。ユトをもらいました。ノエルが大きくてチューンに倒して、ここはフォー。ユトをもらいました。いやーごめんね、ちょっとチャンスあげたんだけど、いやーごめんごめん、コンボミスじゃないよ決して、ごめんごめん、コンボミスではないから決して、はい、ほんとね、そこだけは大事なんで言っときますけどね、スライド6C がね、スライド 5C になる、そんなバカなことがあるかと。俺たち勝ち、イエーイ。そしたらば
杉山さんたちどっち勝ちました？マジか。はい、あと残ってんのが、あ、じゃあちょうどいいですね、ここと、あとモケちゃんと、あれここも終わってない、え、ここ終わってない、あらららら、あ、じゃあすいません、手前台で聖夜さんとコレルさんのチーム、スピカバーサスアッスンさん、コレルさんとヒロくんチーム、はい、お願いします。あ、せいやさんありがとうございます。ヒロくん、あ、せいやさん、ヒロくんとじゃんけんお願いします。で、動画台の方で、杉原さん、すいません、連戦ですいませんけど、もう一回試合です、この動画台です。相手が、ゆうくんの大地と春菜さんのノエルです。はい、ここです、ここと対戦、はい、頑張りましょう。はい、手前だい、手前だよ、手前、ヒロくん手前、こっちだよ、はい、はい、はい、動画台の方でゆうくんのチームと杉山さんチーム、はい、じゃんけんお願いします。本番だけなんでね、はい、select your character. Noelle Vermillion. Valkenhayn R. Helsing. はい、なんか知らんけど実況してって言われたんで実況します。ヒロ君の顔がちょっとあれで、あ、なんでもない、動画台の方ね、はいはい、杉山さんのバルケン対春菜さんのノエル、さあまあ走ってきてもらうとねっていうパウタイを一回挟んだ上で欲しいガード、はい、狼越しがあるね、痛みから来たこのつなげで、さあ追い込んでいきたい、どんな方が女性気から投げて、はい、裏回り、いやー、ロックしろー、なんとクラストガール伸ばしていく、さあ、ダメージを持ってほしい、ガーガン使ってしまったかもしれない、手離して、はい、さあ、できらんけど、なんで届くんだよ、この位置で、さあ、バレケンハインが危なげなくそのまま取っていく、まだやります、ノエルガーの嵐が足りないぞと、ニラ止め、あ、よくね、この杉山さんね、あの始まりだからね、クソないんでね、さあ、おいしい、おい、うまい、しっかり、しっかりしてない、髪の端から、こう向いて、さあ、氷だかも決めておいで、ここでダメージ伸ばしていく、ダメージ5連合、はい、さあ、どうしようか、補正切りがうまくできない、さあ、固めて固めて、逃がしたくない、逃がしたくない、逃がしたくない、さあ、さあ、ジャンピジャンシージャンシーなんだよな、さあちょっとハトリックス、ダメージ、これはここにいる、コンボループ、コンボループ、さあギリギリ届いたね、さすがにバースト、さらにコンボができなかった、おいしい展開、ノエルがまだワンチャンあることになるぞ、おいしい、あなたエンドバックル、素晴らしい、まだ残るかも、ですよね、踊ってしまったらもう怖いもん、ここは冷静に杉山さんが取っていく、
さあ先鋒戦も終わって大将大将戦ライチャー悪面しばらく見ないうちにたくましくなられましたな。え、なにヒロ君勝っちゃうん？え、ヒロ君勝っちゃうん？マジで？謝っても許してくれないんだぜ。ほんまでっか？Please select your character. さあ行きましょう。大将大将戦。ライチ対白面。まあね、ライチ白面といえば基本的にはライチが苦渋のマサイズや組み合わせではあるんですけれども、まあ、今作になったらかなりもうマシな部類にはなってきたんでね、まあお互いの対策がどれぐらいあるかということになるかと思います。The Wheel of Fate is turning.あ、っていうかこれ今字幕に入ってるけどこれ多分あれやな、多分真っ暗だなって思うよ。あ、何か開けてやろう。さあ、まず先生、白面顔からちゃんし当てる。さあ、チェックカードして 5B 振るのは怖いですね。白面が 6B だと当てにダンスできるから、いや、当てにダンスできるんだろ。ここでゲージを使わされてしまった感じ。49が通って、ハッツからハッツが出ない秒、そこからもっといけるか。ゲージ的にワンチャン、おお、赤もみせこれがうまいコンボ選択、素晴らしい。まずといくのはなだきしハッツ目2アンド目。あのまずはお互い様子見から、白面側もゆったりゆったり地上でね、とりあえずゲージが溜まるのを待つようにと、これもセオリーですね、完全に。それじゃダメ。さあ、ゲン投げが運んで距離稼いだ上で髪合わせに到達するようになったね。三振カウンターきっちり。はい、おいしいんじゃ。それを先のダメージを取れないね。下当たるからの下段、なかなかにきつい展開。取られて当たるよね、わかる。しゃがんでたら当たらないけど立ったら当たる。あの位置取っていったのはなだきし杉山組、2000万発パワーズでした。2000万発パワーズでした。さあ次どこ行きましょう。師匠が師匠、弟子も弟子だな。目的のために手段を選ばんのは感心できんな。ああ、じゃあとりあえず動画台のみでやっていく形ですか。あとは、はい、あとワンセットでやっていくので、ブロック代表に2000万バスパーズになったので、もう三つどもえ決勝リーグになります。え、じゃああれでしょ、もうここにグーってここまで進めていいんでしょ、これ。あーって、あーグーグッグッグッ。じゃあ後の試合が今やってるところ対人とスタンモゲモゲさんのところが動画台でやります。今やってるところですの勝者で、勝ったら三つどもえの決勝リーグ。おう、自爆取り、自爆って一回取り直したんだよね、そういえば。白面 H、 狭間は HZ、 それね、絶対分からなくなるからね、俺絶対やってない、そっちでキャラ名絶対書いてる、カタカナで分からんもん。はって見てから普通に白面狭間っていう人いるもん。うん、全員が分かるあれじゃないか、俺はやってない。 VAVAVA 知ってるけどさ。知ってるけどみんなは知らん。さあ今いい感じなのでこちらの方実況していきましょう。コレルさんとロニータさん、3ラウンド目、 6A を決して振ったが、さあ投げは取ってしまい、画面端が近いところをどうするのか、ホテルワードを切ったのかは分からないが、
カウンターからゲージも使ってくれたのでまだ殺しきりではない。どうするか、裏回りに出た。おっと、ここで 2-2-1 が出なかった。出せる、これが勇者だ。さあ、アロニさん取っていって、ということは決まったかな。はい、決まりました。C ブロック代表、ロニッタさん、セイヤさんになります。おめでとうございます。というわけで決勝リーグ、に行く前にか、どういけないか、あーごめん。はい、で、セイヤさんたち、ロニッタさん、セイヤさん、ロニッタさん、セイヤさん、その2人、その2人、連戦連戦。はい、トセピーだよ。お、動画内でやるんだよね。じゃあ全部で残り4組合わせかな。 A ブロックの代表は、2000万パパーズ、なたきしまくへん、杉山ワルゲン。 B ブロックの代表は、このキャラ酔わない、そんなことない、団子のうる桃はたまチームで、それに対して、今から決まりますね。西洋ラグナ、ロニタジンと、モケモケリウス、ヒトトゼハザマのチーム、どっちもね、これ優勝候補で間違いないからね。じゃあどうなるかな。さあ、 1P2P も決まって、先方決まった模様。アジアガム先方決まってるでしょう。先方決まった、決まった、 OK ね。はい、じゃあお願いします。こうやって変えなくていいんですか。はい、どこです。手前側の台はもうノジアで設定変えますんで、もう少々お待ちください。というわけで、先方はラグナ対ハザマ、そしてロニッタさんが降りに来る。顔だけで何なのこのやつ。この顔ニコ生に映していく人とさんを。映ってますよ、バッチリ見えてますよ。あ、そうそう、なんかニコ生俺流してるからさ。あー、だからここちゃんと映っていいよ、ヒロ君。はいはい、ピース。はいはいはい、はい、ピース。何これ。はい、というわけで C ブロック決定戦いきましょう。 The Wheel of Fate is turning。 さあ、いきましょう。ラグナ対ハザマ、まず通すことはラグナの強気。 OB から入って、これをどんどんしっかり逃げてから、こっから組み合わせていきたい。さあ、手ハザマになるか。ガードしろ、ちゃんと上に逃げれば。とウェイ、できるのかな、できる。いや、一時調整もしっかり見て、今のは素晴らしい選択肢だと思います。ここは上入れっぱ、大体上入れてるんだけど、あれをなんか取り込められない。でも欲しいのあるせいで、やっぱりね、ひどいね。よいしょ、ここら辺はやはり人気が違うんだと。そしてはギリギリいかない。さあ、まだわからないぞ。勝負どころ分かっている。ディレイラピッドからのゴーディーでした。さあ、2ラウンド目、まずはハザマ先生決まったのに、2ラウンド目でした。あの3人では本当にね、ハザマの世界じゃないと分かんないんだよな、あの感覚は。さあ、2人から着地でなぜか速いのがハザマ側。ゴーディーしろ、取り込みになってしまったが、まだ長いけれど、すぐに当たる。飛び込みではない。さあ、ついにトレさんのレイレッパが飛び降りてきて、さあ、ダメなし、どうするか。なんだら、自分が速いとなかなかね、レイレッパの部分を止められるのがどうなのかちょっとわからん。さあ、ディレイで、レッパをしっかり、レッパを止めた正解だったね。あの角だったら、ピッチ。おっと、食い投げしているのは、ラグナガはコンボミスからの、食い投げ抜けて、おわんちゃん来ました。バーフ吐いて、俺は殺しに行くんだと。なんか結局人とさんだったって感じ。あると思ってた。なかったね。さあ、どうでしょう。あ、画面自体が仕掛けて見えると思ったんですよ。見えるんだったらこっちの方に行った方がいいかもしれない。わかんないけど。いやー、まあそこまでシチュエーションって大丈夫ですよ、この方は。さあ、ヘルズファングで締めて、ゲージ掴んでしまうと、もう違うよ。ハザマ側がまだゲージがないのよ。もう一度、でもね、はい、はい、はい、間に合ったー。ここでバーツが溜まるが無意味だった。まず取ったのは、セイヤさんのラグナ。さあ、
ここで、ここであのジンの恐怖を植え付けられた人、ヨニッタさんのジン対モグモさんのエリウス。なんだって勇者だからね。勇者対うんこ。あ、勇者対うんこ、なるほど。いやいや、うんこと言ったの俺じゃねえから、ヒロ君だから。俺だよじゃねえよ。どんな質問だよ。さあ、4章、大将大将ジン・キサラギ。おー、勇者、死んでしまうとは何事だ。勇者やられに行った。名前だけなら組み合わせ完全に勝ってるんだけどね。インパクトだけで本当に勝てることが、ランクダウンマッチ、モケモケファン、ランクダウンマッチ。いやいやいや、お勇者、死んでしまうとは情けない。この通りになるのか、それとも勇気ある力。The Wheel of Fate is turning. まさかのランクダウンマッチだったから、頑張っていただきましょう。さあ、開幕まとっていったのはジンだ。たまにバート入ったらいいわ。まあね、ロニタマンの本当にね、あの、ファシーダメージとかファシーバードとかね、遊びに使うとうまいっちゃいますね。さあ、驚いているけど、ユニタマンはジン側だ。あー、足の段階見えない。よいしょ。これはさすがに行くか。行ってしまわれました。まとっていくのは流れをそのまま勇者ロニッタ。15段までリーチ。じゃあ右から取って、カウンターじゃないから祈りができない。下がみぐらいで惜しい。さあ、ボビー。うわあ、マジか。何度も気づかれて絶対絶命になってしまうところかも。耳が取る。さあ、しきなし投げ、なんで抜けんの。いいしいから。さあ、これもう完全にフラグ当たってるから大丈夫だ。うわあ、あー、うわあ。なにこれ、なにこれ。さあ、しっかりこの際で裏回りへ。素晴らしいコムセンテクからの6へ、スカからのパーちゃん。映像を使って片目つつ届いていない。うまい、嘘でした。ここでが、まあ、苦手ない人たち、やばい。さあ、この人の人が許してくれないと思う。許してくれないと思う。許してくれない。15番おめでとうございます。というわけで、というわけで C ブロック代表は西洋ラグナルイッタジンでした。チーム名これ何、スピカ。はい、スピカチームです。はい、じゃあ ADC チームブロック代表来てください。 ADC チームブロック代表、ブロック代表来てください。よろしくお願いします。杉山さんたち来てくれたね。ダゴちゃんいるね。西洋さんたち、そこ呼んで呼んで。モケモケさんたち呼んで呼んで、そこの代表呼んで。ロニッタさん、セイヨさん、